今回は最後まで見てもらえるとフローリングにハードワックスをきれいに入れられるようになるための動画です。本当に多いこういうへこみ傷などを道具さえ揃えたら簡単にできるように解説していきます。まず必要な道具はガストーチ、ヘラ、カッターナイフ、ラッカーシンナー。画像にはないですが、ウエス、直したい色のハードワックス。この場合、黄色の半透明の901です。準備編の動画に必要な道具やヘラの下準備など解説していますので、ぜひ参考にしてみてください。リペアしていきましょう。今回の作業者は、両津パテ吉。リペア歴4年。リペアを始めた当初は四苦八苦していたが、最近では何でもこなすたくましい存在。競馬好きで綺麗好き。ここのポイントはヘラを温めすぎないことです。火を出す時間の長さを覚えてください。もう一度火を出すところを出します。ここでのポイントは最初ヘラを横にして撫でて縦にして撫でたところです。傷が横長でヘラについているハードワックスも横長でついています。方向を合わせて十分ハードワックスが入るようにしています。次に十分入ったハードワックスを縦で撫でて面を出します。一撫で目、少しまだへこんでいます。この赤枠の部分のツヤで判断します。二撫で目、まだへこんでいますのでもう一度充填します。ここで傷の部分のツヤが一定になっています。こうなれば面がきれいに出ているサインです。次にシンナーで周りのいらないハードワックスを拭き取ります。傷の上は避けて拭いています。シンナーで面を作ったところを拭くと溶けて面が崩れてしまうからです。どうでしょうか。ツヤで見てもへこみがなくなりました。面がきれいに出ていたらこれで十分きれいです。次は解説を入れないので、さっき言った注意点やポイントを思い出しながら見てください。いい感じですね。最後まで見てくれてありがとうございます。ご視聴ありがとうございます。ぜひチャンネル登録とグッド評価よろしくお願いします。